誕生日おめでとうございます。これこれさんにスパチャしすぎて1週間の限度がくえ超えちゃいました。こんな安い金額で申し訳ない。いや、竹野内さん、僕、昼間に1万2000円スパチャしたんですよ。で、今日誕生日なんで、お金くださいって竹野内さんにスパチャしたら、今1220円返ってきたんで、まあ、1万円ぐらい僕損してますね、竹野内さん、誕生日なのに。ちょ竹野内さん、ちょっともうちょっと、あの、気合い入れてもろって、お願いします。はい。 お金持ちなんで、もうちょっと気合い入れてもろて。僕、そのお金で、ちょっと飲みに行こうと思ってるんで。はい。お願いします。はい。そう、でもスパチャって本当に上限があって、1週間のスパチャって5万円までなんですよ。5万円以上スパチャ入れれないんですよ。だ僕も誰かの配信で5万円スパチャしたことがあって、そこから1週間入れれなくなりました。ということなんで。だから僕もこれこれさんにお布施を入れるんだったら、 一回5万円を2週間に分けないといけないんで、難しいんですよ。王女おめでとう。竹野内さんの代わりに失パしまします。<laughs> ありがとうございます。1万2000円ですね。はい。竹野内さんの代わりに1万2000円くれたんで、竹野内さんは1220円なんで、まあ僕、得してるのままだ1220円ですね。竹野内さん関係で得したのは1220円です、まだ。誕生日では。はい。ちょっと足りないですね。竹野内さんお金持ちだってことが、もともと判明してたんですけど、 改めて判明したんで、やっぱ竹内さんのお金持ちパワーをもっと見たいなと思います。はい。竹内さんから誕生日プレゼントもらいましたかいや、竹内さんに誕生日プレゼントもらってないっすね、まだ。でも、なんか電話が来ました。電話が来たんですけど、誕生日プレゼントもらってないっす、まだ竹内さん。多分くれると思うんですよ。だって200何十億持ってるって言ってたんで、まあ、結構くれるんじゃないかなって僕は思うんですけど、竹内さん。 あの別に言葉とかプレゼントとかそういうのいらないんでお金ください。はい、僕お金が欲しいです。お願いします。